どうも、香川県住みます芸人の梶剛です。高松市では新型コロナウイルス感染予防に配慮する中、新しい生活様式の中で運動する機会を作っていただくため、運動プログラムの動画配信を行っております。皆さんもぜひ体を一緒に動かしましょう。こんにちは、タス講師の片山明彦です。高松市運動プログラム動画、今回はウォーキングです。皆さん一緒にウォーキングを楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。本日は高松市健康づくり推進課の方にご一緒に参加してもらいます。よろしくお願いします。ではまず立ち方からいきたいと思います。つま先真正面で体重を均等にかけて立ちましょう、はい、このままの状態で大きくぐーっと背伸びをしていきます。中指が一番高くなるように、はい、でそこから手のひらを外に向けながらずっと真横から下ろしていきましょう。そうすると骨盤が前傾した、肩甲骨が後ろに引かれたいい姿勢になっています。先ほどの姿勢、立った姿勢から体をゆっくり前に前傾していきます。そうすると足が自然に前に出ると思います。ちょっとやってみましょうか。そんな感じですね。その連続で歩いていくようにします。足で前に出して歩いていくというよりもお尻で歩いていく感じ、お尻で歩いていく感じ、こんな感じで歩いていくようにしましょう。まず一つ目のポイントです。頭のてっぺんから糸が出てて上にぐーっと引っ張られてる感じで、目線がいつもよりも 1,2 センチ高くなった感じで歩いていくようにしましょう。ぐっと引かれてる感じでどうぞ。二つ目のポイントです。今度はお腹から糸が出てて前にぐーっと引っ張られてる感じで、引っ張られてる感じで歩いていくようにします。では行きましょうか。どうぞ。では三つ目のポイントです。どうしても歩いていると姿勢が悪くなったりしますので、その時は歩きながら背伸びをしていただいて姿勢をリセットしていきましょう。じゃあわざと悪い姿勢で歩き出してリセットをしていきましょうか。はい、どうぞ。背伸びをします。はい、そのまま歩いていきましょう。皆さんいかがだったでしょうか。ウォーキングというと大変な感じがするかも分かりませんが、三日坊主で頑張ってみましょう。三日ウォーキングして1日休む、三日ウォーキングして1日休む、この継続で十分です。二日坊主、1日坊主でも構いません。またウォーキングというと少し大変な気がしますが、お散歩から始めてみてください。一歩、二歩、三歩、次からウォーキングになります。皆さん頑張っていきましょう。今日は八島レグザムフィールド2階のウォーキングコースを歩きました。高松市では市民の皆様に運動習慣を継続していただくため、市内44地区の高松市健康づくりウォーキングマップを作成しました。このマップは
健康づくり推進課や各保健ステーションに閲覧用冊子がありご覧いただけます。またパソコン、携帯電話など検索できますので、ぜひご活用ください。毎日健康にいいことプラスでいきましょう。